社員4人年商8億かっこ純利益4高度去年から販売後即完売するような製品を超大手モールで売っていてここ数ヶ月は売り上げ業界トップですずっと製品開発やバージョンップ続けていますが今後は中国などの海外に向けての販路を増やそうか検討中です今国内でも製品供給が間に合ってない状態なので1年は国内だけど問題ないと思いますが今後は中国などの海外にマーケットを増やすですかはい あのまあ、どういう商品か分かんないんですけど基本的にその10年20年同じものが売り,売り続けるってあんまりないのでであのオンラインで売ってるとその、まあ、例えば大手モールで売ってる場合って大手モールの人たちがあれこれ超儲かってるぞって気づくんですよあの某アマゾンっていう会社ってあのアマゾンベーシックっていう商品群があるんですけどあれどういうのかっていうと まずその、例えばじゃあ僕、アマゾンベーシックのヨーグルトメーカーを買ってるんですけど、で、ヨーグルトメーカーっていうのが結構売れてるよねと。どういう人に、どういうやつがいくらぐらいで何個ぐらい売れてるかっていうのも、アマゾンは全部データ持ってるんですよ。なので、あ、これ自分たちで売った方がええわって気づいて、アマゾンベーシックっていう名前で、で、それを売り出したりするんですよ。 で、あの、ほぼ同じデザインでね、売れ、あの、すでに売れてるやつと。っていうのをやったりするので、大手モールで売ってる時点で、あ、こいつら儲かってるから俺ら真似しちゃおうっていうのが、どっかの段階に出てきちゃうんですよ。そうすると売り上げ半分持ってかれたりとか、何癖つけてモールから追い出されるとかなんですよね。アマゾン追い出されることあるので。っていうのがあるので、長期的にずっと続くわけではないので、早めに販路を広げて、もうあの、マーケットを取り尽くすっていう方向にした方がいいんじゃないかなと思います。